さあ始まりました TYT の釣り道南、今日はですねバス釣り七色ダム編でございます。はい、TYT の釣り道南ね、よっやってまいりました。初めてですよ。はい、来るまで結構大変だったね。いやしんどかったっすよ。いろいろね、あの高速道路が止まってたりとか、工事でねトラブルあるよな、ね、ということでですね、七色ダムといえば僕らだけじゃ来れないですよね、うん、そうだね、これね、もうわかるでしょ。もうねもうわかるでしょ。さあそれではお呼びしましょうかね、はい、本日のスペシャルゲストでございます。はい、それではどうぞ。おどすおどす毎回食い気味でですね。ありがとうございます。ゆうさん、初めましてですね。初めまして、よろしくお願いします。まもとおしますあーすいません七色ダムまで来ちゃいましたね。ね、来ちゃいました。奈良県ですよね。前回のね、長良川の時に七色ドームみたいなですね、行っちゃうみたいな、で今日決まった。はい、今年じゃあ2回目ですね。そう、2回目。はい、初めてですか？本当に初めて。みんな初めてだし、ね、僕に関してはもうボートが初めて。おお、マジですか？なるほど。まあでもね、ちょっと七色ダムは長良と違ってダムなんで、はい、もちろんね夢のある魚もいっぱいいるんですけど、なんか噂によるとバス多いんですか？そう、めっちゃ多いんですよ。ただね、なんか前の長良と似たような感じなんですけど、ちょっと難しいですね。難しいですよ。今年の今がなんか、そうですね、タイミング的にすごく難しいんですけど、はい、まあプランとしては、みんなで楽しく数を釣り、はい、数を釣れた後に七色っぽい、60アップのバスを狙ってね、楽しんでいきたいですね。じゃあそういうわけで行きましょうか。はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また水面に浮かぶよ。水面に浮かぶ。浮かぶスロープ降りてるからさ、うん、ジェットコースター上がるとき系の傾きだよね。そう、この傾きでしょ。もうここからバスがいっぱいいるんですよ。最高。最高。スロープを出てもうすぐでございます、ね、走り出す映像とか撮ってないから ほぼボートが動いてない。確かに。なんかあの俺の編集のいつも通りなあの爽快に走り出す感じないから当たってる。本当っすか？当たってる当たってる。いや多分もう手前走ってますよ。早っ。まだマム君リグってんの。本当に。最近難しいですよ、てっちゃん。これ貴重っすからね、マジで。だそうです。じゃあもう、じっくり撮っていってもらいたい。しっかりね。やったもしかしたらこいつが最後になるかもしれない。やめて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 。そういうフラグやめよう。そういうフラグ。あと6、7時間はあるんだからね。やったー、ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。はい。はい。ちょっとてっちゃん早いよな。ちょっと早いわ。ちょっと早いわ、あいつ。ちょっとそれ空気読んでないわ。いくらなんでも早すぎっすよね。早すぎっすよね。ちょっともうちょっと、もうちょっと考えてほしいよね。ね、その、まあ、その、撮影班的な気持ちで言えば、その、釣ってくれてありがとうと思ってんだけど。うん。さっき俺も一投目に来ると思えんやん。そうだな。人生初のその、七色バスがさ。引っかかったよ、俺は。俺は引っかかったよ。それは俺は引っかかったよ。またそれはそれで天才だよね、やっぱり。タニそういうとこすげえ。タニ1投目でしょ、今1投目でキャラ出してくるよ。みんななんかちゃんとキャラ出したよね。俺が引っかかったって言ってるけど、俺のキャラ出したとこ行くと全然誰も取ってない。てっちゃん釣れましたって言う暇もなかった。あ、この前言われたんだよ。今のは前言われたんだよな。そうだね、うん、釣れました。いやいや、ちょっと待って、その釣るわけねえじゃんっていう。てっちゃんもう釣れてた。ドリフトフライがないんですけど、てっちゃんパクりました。マジで、畑てっちゃんパクってました。やっぱりっす。そう思ったんですよ、僕も実は。あったあった。やっぱり鉄字って書いてある。めちゃくちゃちっちゃい子がいるやつやん。で、釣れました。絶対言うと思った。え、まだっすか。
俺一応さっき釣ったけど、ああそうですね、そうそうそう、一応俺もさっき釣ったけどね、本気出すっていうの、めちゃくちゃシューティングする。どうしてわかるもんな。おお、マジか。すげえ。ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃいけどいたぞ。やりましたね。やった。マモ君の。ジャパンバス。ジャパンバス。これが。やったぞ。完全にシューティングでしたね。シューティングしましたね。オーリングのね。ちょっとテールをカットして動きを抑えた、ダメショット、ちっちゃっ。ちっちゃいよりちっちゃい。やりましたね。まあまあとりあえずね、みんなで肩釣りましょうよ。はい。イエーイ。はい、えい。4秒から5秒ぐらい沈めたらもうそこでセーフし、4秒から5秒だよ。で多分もう3、2、1、はい。絶対食ったっすよね今。あー取りきれんかったか。じゃあやらかしましたね敵ちゃん。全然取れんかった。おっ、わっ、乗ってる。おお、いいサイズ、いいサイズ、うわいいね、イエス、イエーイ、やった、素晴らしい、やったマシだよ、マシ、やった、イエーイ、ピッキングがなんかゴミみたいなやつ、ピッキングじゃなかった、よかったね、カバーに、やったね、フリックシェイクの一瞬切れたかと思って、ね、切れたと思って、なんか逆回転しましたね、シュートラグがなんかめっちゃ綺麗なバス、やったぜ、うわ、いや、いいバスですね、いいな、いいバスだな、ワーム飛んでっちゃったけどね、オッケー、しかもパーフェースロットで、オッケー、あたす、おめでとう、おお、おお、いい、はい、今度ね、ヤミーの猫、でもいいですね。いやちょっとポコポコ釣れ出してきたっすね。いいですね。イエーイ。七色バス。はい。どこにいるか分かってないもん。なんかあれ引っかかっちゃってるもしかして。じゃあもう一頭、もう一頭。見えましたバス。見えてない。今のところもうちょっと右。そう、あ、来てる、でかい、でかい、来てる、でかい、来てる、あー、見切られた、まだこのやっててもいいよね、まだ来てる、来てる、ちょっと早めだ、うわー、すごい、大きくない、来てる、マジ今の見切られ方めっちゃ面白いですね。え、ちょっと待って、あいつの前にデカいの来てたんだよね、多分。来てた。あれが後で来たデカいやつ。今やばっかりですか。うわー出ちゃうみたいな感じで。飛ばすとすごいな。飛ばすとやばいわ。離したなこれ。あらあらあら。ああ。あらあら、あ、本当。本当曲がれてる。いやー。いやー。釣りたーい。チャンネル登録ポチッとな。送った、何二手マム食った、嘘っす、しれっと嘘ついた。
あ、知ってる。おっしゃ、ゴー、おっしゃ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 、ユタンヒットでございます。どう、サイズは？OK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 、 ユタンヒットでございます。よっしゃ、やりました。やったー、釣れた。やったやん、オープニングで。やったいやー、やりましたね。やりました。いいや、やったいやいや、ほんと貴重っすね。ナナイラフィッシュ、おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ、やった。いや、てかさ、タニが通り行ってる時だったよね。確かに、よかった。やっぱりタニ、タニパワーだな、これ。あ、ビニー来てる。え、なに、よっしゃおいおい、ヨギちゃん。よし、いいね。うわ、いいや。ちょっとちょっと、俺も釣らして。俺がトイレ行ってる間に釣ってるしさ。おお、えやえや。うえい、やったイエーイ。いやー、かわいい、嬉しい。やったぜ、2匹目。いやー、よかったね、ヨギちゃん。よかった。ちょ、俺が釣るよ。俺トイレ行ってすっきりしたから。そうだね。うん、さ、皆さん、もうですね、すでに午後に入っておりまして、最初にね、説明があった通り、最近の七色ダム渋いんですよと、難しいんですよと。それでもまあ、てっちゃんはいきなり釣りで、マモ君はちゃんと釣りで、ヨギちゃんも立て続けに2本釣れてね、皆さんご存知の通り、僕がゼロってことでね 笑ってますね、そっちでね、だからね、果たして今日は、まあ、ヨギちゃんがいつも言うように、僕が最後までちゃんと仕事をするのか、仕事を放棄して魚が釣れるのかっていう、キロに今立たされてます。自分で言っては笑っちゃってるもん。いや、だって本当に俺仕事するよね。いい仕事するよ。本当にね、一瞬雨が降ったね、その地合いっぽいタイミングをね、ユキちゃんが掴んでね、俺ね、トイレ行ってんだ。逆に多分あの、タニーがいなかったから地合いだったもん。あ、そういうことね。ってなると、やっぱりその天候も作用する男だよね。そうだね。ね、動いた瞬間に雨が降ると、うん、僕が動いた瞬間に雨が降る。僕の催しとともに雨が降ってくるとね。あ、じゃあまあ、そういうことでね、あの、このまま、この今日の動画が僕が釣らずに終わるのか、その誰かが釣って終わるのか、いや、僕が釣って終わるのか、こうご期待ということで。どうぞどうぞ。フッキング、はい。あ、おお、いいな、いいな、いいな。おっしゃ、まあまあいい、まあまあいい、まあまあいい。おお、やったー、やっほー、うらやましい、うらやまの杉の木。あー、うらやましい、いいなー、うらやましい、うらやまの杉の木、うらやましい。バス、やっぱいるっすね、うらやましいっす。いや、ホールで食ったよ。ホールか、今日引いてますわ。めっちゃ引いてる、引いてる。あー、いいサイズ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 、あー、いいなー、羨ましい、いいサイズ、うぃー、イエーイ、やりましたね。七色バス、超綺麗ねえ、やった。ダウンショットね、ちょっとストレート系のワームに変えたら、はい、釣れました。ストレート系のワーム、貸してください。貸します。イエーイ、はい、結構普通に答えちゃったよね。でかい、でかい。え、マジ？え、本当に？やばい、巻かれてる。巻かれてる？やばい。やばい。カメラもらおうか。やばい、やばい。え、マジ、マジ？やばい、やばい。これやばい。これやばい。これやばい。すげえ。マジか。これもしかして七色モンスター？来た？そう。来た。これでかい。このタイミングで？マジか。やべ、この群れの中にいたぞ。マジ、マジ、うわうわ、これやばい、これやばい、これやばいね。うわ、いや、でもそんなにめっちゃ大きくはないと思ったよ。いや、でもそんだけドラグちゃう。いやいや、こんだけギーギー言ってるよ。え、誰、マジ、え、誰どちらさん
さっきまでギャルギャル言ってたのに。待って、マジ？マジ？おお。バス？濃いじゃん。そういう感じ？そんな50アップとかないと思うんですよ。マジ？そんなにやばい持ってかれてんのに。うわ。そうでしょ。ドライブが止まりませんな。でぐくない。いやでもそんなでかくないと思ってたぶん経験者の感覚は40はあると思うんですけど、プロの感覚わからんすね。ちょっとでかいかな。めっちゃなんか魚体が見えないですね。まだ50ぐらいだったらもっと低いですよ多分。あ、逆に跳ねる。あ、40アップだ。あ、ちげえ。あ、バレた。あ、バレた。わ、今見えた。今ちょっとでかかったよね。でかかった。いや、見えたね。見えた。マジか。何今のバレ方。トゥロリー。うわ、もったいねー。今、50は余裕だったよ。七色モンスターでしたね。いや、モンスターでしたね、今のは完全に。超でかくなかった。超でかかった、今。うわー、映ったかな、これで。いやでも夢があるね。夢がありましたね。いや今のちょっとちょっと取り返しましょう、はい、まだ時間あるんで。帰らないよこれ。よし。てかなんでバレた。なんかプルって抜けましたよ。50アップでしたわ。60はないですけど。うわ見たかった。7色50アップ確かに。さあついにあと数分の命となってしまいました。果たして釣れるんでしょうか。さあということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。やりましたね。いや釣れましたね。なんとか釣れましたけど。画面に映ってる3人がな。いやでも厳しいって言いながらなんだかんだね。本当すごいよね。まあオープニングとかでね数が釣れて。七色モンスターは綺麗にバレると。惜しかったっすね、あれ。あれ、本当に。いや、本当ね。めっちゃ惜しかった。舞台見えて、首振られた瞬間にバレちゃったんで、惜しかったんですけど、まあ、次回の、ために撮っとけということですよ。まあ、もうが釣るなということで。だからね、そうですね。次は、ちょっと前回も僕でかいの釣れたじゃないですか。そうだね。だそろそろ TYT の皆さんに、あ、でかいの、ね、でかいのを釣ってほしいんで。次はね、まあ、長らか七色どちらでもいいんで、また、コラボして、はい。釣りましょう。はい、ありがとうございます。おかっぱりもいいですね。おかっぱりいいですね。おかっぱりもいいですね。地元も一緒ですしね。え、じゃあ、おかっぱりもしかしたら一緒に。おかっぱり行きますか。やったー。まあ、向こうのおかっぱりはみんな見たいんじゃないですか。みんな見たいはず。ですかね。コラボ兆候があるかもしれないということで。あるかもしれないです。はい、乞うご期待ください。はいはい、お願いします。じゃあ、本日はこれで以上ですかね。はい。はい。では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。カットです。釣りたかったな、俺も。でね、実はね、僕、ちょっと今、アメリカから帰ってきたばっかりで。そうですよね。そうなんですよ。で、PYT さんに1個お土産を持ってきました。何ちょっとね、事情によりお土産1個しかないんですけど、その1個を PYT の誰かに投げてもらって、あ、そういうことね。釣ってもらおうかなと。なるほど。そういうことね。まあ、これは面白い。もう今寒いじゃないですか。そうだね。寒くなってきたから、でかい個体がシャローに残って、はい、デカバスが狙って取れる時期でもあるから、ちょうどね、このロケのためにね、これを投げてもらおうと思ってね、実は持ってきたんですよ。じゃじゃん。今バズベート。てっちゃんバズベート好きそうじゃないですか。これはもうてっちゃんが投げるべきな。これはこっちで買ってきてくれたんですか。はいです。いや嬉しいな。だからね、そのバズベートをね、ちょっとどっかで投げてみてください。なるほど。